有本国造は、単語国カサ舞鶴出身の実業家、特使家、政治家。1908年から1912年まで衆議院議員を一期務めた。1927年に本樹法賞を受賞し、1929年に緑樹法賞を受賞。成果は、単語国カサ舞鶴にあった、平野屋。1860年に4、男として生まれた。 父親は加助、母親は京子。12歳だった1871年には、丹後田辺藩の元藩主である、牧野治が経営する、新伊達社に、デッ暴行したが、新伊達社が解散すると1877年に、大阪に出て、長兄のがさんが経営する、洋子点検洋服店に勤めた。23歳だった1882年には、 山宮貞次郎の長女梶子と結婚し、翌年には独立して大阪市高来橋4丁目に洋服店を開業させた。1896年には大阪羅舎販売株式会社を設立。40歳だった1899年には大阪市会議員に当選し、1905年には大阪商業会議所議員に当選した。1908年には 立憲声優会から第10回衆議院議員総選挙に出馬して当選し、1912年まで衆議院議員を一期務めた。1918年には大阪実業協会の理事に就任した。後年は特殊家としての活動が目立った。1913年には舞鶴町立名林小学校のために舞鶴町に1万円を寄付し、1922年にも 教育資金として、舞鶴町に1万円を寄付した。1923年には、京都府立工業学校を設立するために、京都府に200円を寄付し、未樹寺など八か寺らの無縁物に対する、瀬垣料として1800円を寄進した。これらの結果、1926年には、有本和平と共に、舞鶴町議会から舞鶴町有効者の推薦を受けている。 北丹後地震があった1927年には、舞鶴中学校の建設費として、京都府に1万円を寄付。また、町立舞鶴図書館の敷地購入費として、舞鶴町に2万1365円を寄付した。舞鶴税務所の建物を転用した町立、舞鶴図書館は、地方には、珍しい立派な図書館であるとして、文部省から選奨されている。有本家平と共に、 財団法人、有本石前社を設立し、10万円を舞鶴町に寄付した。1936年には、舞鶴公会堂の建設費として、舞鶴町に約13万円を寄付した。有本は1913年に、表千家に入門して茶道に精進していたが、舞鶴町長の河北翔太郎が有本に泣きついた、ことから、仕方なく愛用していた。 茶道具や書画を売却して、舞鶴公会堂の建設資金を捻出したのだった。1942年には、紀元2600年記念行事として、舞鶴町が計画した、舞鶴明古建の建設費2万3000円を寄付した。1927年には、本樹法賞を受賞し、1929年には、緑樹法賞を受賞した。 1944年1月10日、兵庫県川辺郡小浜村の別邸にて死去した。数え年85歳だった。有本が建設資金を提供した舞鶴公会堂は、西舞鶴における文化の伝道として愛されたが、1982年には建物が取り壊され、跡地には1984年にに、舞鶴西総合会館が建設された。舞鶴西総合会館は、 舞鶴市役所西支所、舞鶴市西公民館、舞鶴市郷土資料館、舞鶴市林業センターなどを内包している。舞鶴市役所西支所の2階には、有本の功績を伝えるための有本国像、記念館があり、建物入り口脇の敷地内には、有本の銅像が鎮座している。ありがとうございます。